ちょっとね、心配ですけど。い、初見さん、どうも。はい。ちょっとね、重い話になりましたけど、引き続きクリニックやっていきます。よかったらね、上がってください。で、さっきの女は配信してる？配信してないの？ニコさん。してない。やる気ないね。やる気ないですね。口喧嘩強くなるっていうのは、勘違いしてるけど、口で攻撃することじゃないんだよ。相手の話を聞いて、矛盾に気づくこと。それが口喧嘩強くなる秘訣。わーって言えばいいってもんじゃないんだよ。わかる？違う。自分が必死に言えば言うほど、相手に揚げ足取られちゃうから、相手の話を聞くことが大事。わかる？感情的になっちゃダメなんよ。どうも。はい。2回目どうでしございます。ます？はい。ゼいロワンや、クリニック、一人は3い。回までとなってるんはい、で。知ってます。はい。あの人、脳卒っていう人がですね、脳卒。はい。はいはいはい。ゼロワンさん、枠に来いやみたいな配信をやってたんですよ。脳卒ってやつが？脳卒が。はい。だからいつか来てもらえませんかねっていう相談です。来いよ。それ、こっちに来いよ。いや、脳卒は夜はなんかいないんですよ。え？夜はいないんですよ。昼間とか。知らねえよ。え？なんで俺が行かなきゃいけねえんだよ。ふざけんなよ、お前。いや、じゃあ、昼間、ゼロワンさんがやってる時に、脳卒昼が間来やたらないら、から、寝てるから、昼間。あ、そうなんだ。じ俺、ゃあ、夜だ。朝は？ん？朝、朝。朝もやらないよね、めったに。ヴァンパイアだかああ、ら。そっか。とかとか。じゃあ、ゼロワン VS 脳卒は、なかなか見れないってことですね。だから、俺、今来たらいいやん。いやいや、俺、連絡先知らんのよね。あ、そう。で、そのちょっとマッチングはね、不可能だと思うよ。いや、でも、いつか、その対決を見たいと思ってるん何ので。対決をするの？あ、ちょっと待って、470号さん、シロ君来た。シロ君はわかりますか？すみません。あ、そうなんだ。はい。いや、もう絶対、脳卒は今、売れっ子なんで、結構、僕の推しなんですよ。あ、そう。じゃあね。これ2個ってこう踊ってるけど、コラボ機能つけて画質悪いじゃん、これ。ダメだよ、これじゃあ。画質悪すぎ。踊ってるけど。顔見えないじゃん。顔面レベル、なつきね。顔面レベルはなつき。で、踊るのもダメ、もう。体使ってない。画質が悪い。画質悪い。コラボ機能つけるな。コラボ枠やから。座ったままのダンスは見てられコラない。ボの聞き方がちょっとわかんない。配信切るんだよ。ダメ、これ伸びないわ。ということで甘くないんでね。ただ、ね、クリニックに上がるだけで100人の閲覧をゲットできるんで、価値はあると思いますよ。ね。100人。すごいよね。普通100人いけないからね。ゼロワン、ちょっとスパークの話なんだけど、はいはい。俺ね、セブンとやらしてほしい。だからお前無名だからいらないっつってんだろ。
無名ってお前な、次スパークやるまで有名になるかもしれないだろ。なってから言えよ。なってからじゃない、頭の片隅に入れてもらってもいいんじゃないの？そんな有言い名に方なっなくたない？今。そんな言い方なくない？すいません。ねダゼポヨえ。さん、じゃあ、有名になったら出てもらえます？どれぐらい？エスランどれぐらい集めたらいいのじゃ。まあ、200かな。200？ 200キープ。キーこれも有プ？名。わかった。じゃあちょっともう倍。ゼロワンちょっと力貸してくれない？何の？じゃ倍名で。今してるじゃん。これは一時のもんじゃん。じゃもうわかった一時よ。のものだよ、売名って。バカだな、お前。何が、お前バカだなって言った今。バカ今だ引っな、かおかっ前。たよ。今バカだなって今言葉引っかかったよ、お前。引っかかった。なあ、何でバ売カだ名っなって言てったの？一時的じゃん。分かっ俺てるびっよ。くりした。麦わらい君とか4000のやつあるからね。びっくりす4000るとじゃん。か、お前。4000とか、あれ、お前、藤ぶ沢ちにまし売名だしてろ。こいや。なあ、藤沢藤じゃ沢ないちんこよ。喋ってこい。俺はな、ゼロワンにちょっと一つお願いがあるんだよ。だって俺は売名ならないだって。お料違理面う、分かっ白くた。ないそと。れ、だからそれは分かったよ。それは分かったんだけど、藤キャ沢リーちゃんっ行け。ているじゃん。キャリーちゃんいるじゃん。ふわっちの。キャリーちゃんとつながりたい。キャリーちゃんとちょっとつながりたい。タイプなの？そう。ちょっと愛嬌があって、可愛いなと思ってて。キャリーどこにいるの今、みんな。今、大阪じゃない？あ、東京かな？東京にいわる？かん今、ない。キャリー。お前どこなん？俺、沖縄だよ。沖縄だったら無理やん、お別に連絡はできるじゃん、前。連LINE でやり絡取でりは。仲良くなったって意味ないやろ、そしたら俺会いに行くよ、全お然。前。オナテンでもキャするリーのちか、お前。ゃん。お前、煽ってるね、完全に俺のこと。あ？俺、絶会いに対。行くよ。キャリーが大阪だから会いに行くよ。何、煽ってんの？会いに行く。ちょっと、じゃあ、ちょっと顔見して。自撮り見して。じゃあちょっと出すね、今。画像ちょっと変えるから、ちょっと待ってよ。キャリー、電話つないだるわ。もうしょうがないな。ちょっとね早く、顔見せろよ。キャリーつないでやるから。ほんと優しいよね。うわ、キモ。ー。いや、これは嘘。キモすぎ。生理的に無理なやつだ、俺。これは嘘だから。じゃあ、本当のやつ出すから。本当のやつ出します。キモいから、お前。じゃあ本当のやつ出すって言ってるから、今。お前、本当のやつ、初めに出したやつだろ。これが本当の俺。なわけねえだろ、なわけねえだろって、見てわかるだろ。お前。で、2枚目はまあ普通だしね、なんか。普通っていうか、韓流風っていう。残念、キャリー電話出ませんでした。残念、また来週。キャリーちゃんモテるね。何気に。何気にモテるね、キャリーちゃん。あ、動画できないんですよ。また来週、ハート花火。Thank you. ありがとう。男受け。誰がモテるんすかね、ふわっちは。最近。モテる女いるの？モテる女。まあ俺はモテるだろうね。だってあのうさこと噂になるぐらいだからね。婚約とか言って。まあ、モテるよね。イギリスとモテる。まあ、見た目悪くないしな。もうよくない、ニコさん。ねえ、お売名してあげたでしょ。十分でしょ。
ね。もういいでしょ。伸びきらんな。だからいかにね、あのふわっちに大手になるって大変なんだよ。まず閲覧を1000人キープしなきゃいけないでしょ。これがあと閲覧1000人とプラチナプラス、これをキープしないと無理だね。うん、まゆちゃん大手だよ。まゆちゃんは、まあ閲覧1000っていうのはまあ一時的にね、まあ700と800でもいいだろうけど、アベレージ1000だから、まあ1500の時もあれば、まあ700、800の時もある。これでもいいんじゃない。アベレージ1000ぐらい。バイミー旬だからね、狛江も分かんないで、うん、維持できるか、うん、体調良くなって安心。ありがとうおっちゃん、ありがとうね。 Thank you。 TikTok もやるからね、ごめんね。こんにちは。だからね、ナイス集めに必死になりすぎるとナイスしか見えなくなるっていうのもあるんだよ。うん、大変だよね。俺はもうね、ナイスやってないからあれやけど。でも、もう最近のナイスは、モンジョリに左右される。うん。それがね、ちょっとね。うん、で、養分が言ってたことに、共感したのはね、誕生日に、ね、藤沢がね、なんか金を払うっていうのは、あれはかっこ悪いわ、男として。うん、俺はそう思う。あとプラチナプラスで金がないっていうのは明らかに問題がある、うん、今までリスナーどんだけ課金してきたのって話だから、うん、だって多分リスナーの中ではすごい課金してるのに金がないってなるとどうしたらいいか分かんなくなるっていう、うん、パルは真面目にやってるんだからいいんだよ、うん、パルは。 おかえり、ありがとう。誕生日明かしたのはね、結局ガチレスしていいね、藤沢さん界隈にガチレスしていい、うん、これちょっといやらしい言い方するよ、ちょっと俺やらしい方するけど、藤見ちゃんとひどんなは、あれはね、オカマ界隈だから置いといて、ね、他の呼ばれてる奴らって飾りだから、うん。言うなら一人前として認められてない。うん、そうでしょ。だから呼ばれるんだよ。もうちょっと面倒見てあげようかなって。うん、本当に配信者として認められてたら呼ばれないよ。申し訳ないけど。うん、じゃあ、ゆめきくんもね、ちょっとね、売名してあげようかな。ね、ポルポンくんもね、ちょっと売名してあげようかなっていう、そんな感じやから。うん、
やはり送ってませんでした。ああ、やっぱりね、さっきの右内さんのやつは、あれですね、ちょっと。こんばんは。だけこんばんは。自己紹介と要件お願いします。北海道の人間の山ちゃんと申します。よろしくお願いします。はいはい。あの、ゼロワンさん、僕のこと覚えてるかどうか分かりませんが、はい、スパーク、お疲れ様でした。覚えてますよ。ね。あ、覚えてくれてます。ブーちゃんとコラボしたりしてますよね。あ、はい、あ、その山ちゃんなんですけど、うん、で、あの藤沢とかね、いろんな枠にコメントしてツイキャスの山ちゃんとわけわかんなくなって、いや、この山ちゃんは北海道の過疎の山ちゃんだよってややこしい人でしょ。あ、そうです。うん、あ、認知してくれてありがとうございます。だからやめてあげてくださいね、コメントするのややこしくなって。あ、わかりました。 やりません、もうそういうコメントは。山ちゃん来たってなっちゃうからね。あ、すいません、うん。で、ゼロワンさん、僕、要件あって来たんですけど、はい、はいはいはい。あの、次、あるかどうか、ちょっと、まだ分からないと思うんですけど。スパークは無理です。いや、ちょっとここ聞いてください、お願いします。はい、聞きます。あの、スパークがまたあれば、僕、出場したいです。無理です。なんで無理なんでしょう。無名だから。無名だからダメなんでしょうか。閲覧も客も呼べない。あ、客は呼べます。呼べません。絶対呼べます。自信あります。無理です。自信あります。で、舐めてるよな。スパーク第1回大会は行ってこないくせに反響後に行ってくるやつ。いや、もともと出たいって言ってたんです。出てくるなと思ったわ。いや、みんなそう思わない。言ってたんです、ずっと。あのスパーク原田さんにも言ってたんですね。俺がバシッと決めたらさ、第2大会だけ出たいって都合いいよな。どれだけ俺と原田が戦われて、いや、ゼロワンさんと戦いたいです、僕。どれだけ 俺と原田が叩かれてね、実現したかわからないだろ、苦労がよ。いや、わかんないですけど。わかんねえだろ、この野郎。わかんないですけど、僕したらゼロワンさんとやりたいです。お前とやったら俺、第3試合になっちゃうじゃん。いや、第3試合でもいいです。僕の強さを教え、お前知ってほしいんで。お前に興味がなさすぎてね、ね、ええ、10試合あっても第3試合で俺出なきゃいけないじゃん。うん、それ嫌でしょ、俺。俺のこと考えてよ。いいや、ゼロワンさんとやりたいです。だって俺、ふわっちの知名度で言ったらね、鳥でもいいぐらいなんだよ。でも、相手が松平 だから、あの位置になったんだから。あ、そうなんですか。そりゃそうでしょ。そもそもなんで 松平とやったんですか。俺よりでけえからだよ。あ、身長の問題ですか。うん、あと、面白いじゃん。松平。あ、なるほど。山ちゃん、面白くないじゃん。何ができるんですか、山ちゃん。え、僕にですか。体張ることできますよ。体張ること。体張ること。ゼロワンさん、元北海道のネクサスの支部の山ちゃんですよ。あれ、ネクサス入ってたの。はい、入ってたって。ゼロワンさんが僕に北海道頼むよって言ったじゃないですか。伝説のチームネクサス。そうですよ。チーム次世代のその前のネクサスですよ。伝説のチーム入ってたのか。入ってたっつうか、ゼロワンさんに僕選ばれたんですよ。選ばれたの。ええ、じゃあチャンスあげないとね。よろしくお願いします、うん、次の次回のスパークは。で、今ここに僕のね、リスナーさんも多分何人かいると思うんで、ちょっといいですかね、一言。はい。ヤマリス、天子だ。こういうね、人のパクリは流行らないね、やっぱり。マジでずるいと思うわ。スパーク盛り上がった後にやる切れるやつ。はっきり言って、ね、叩かれ。で、協力もね、あんまりなかったですよ。もう批判ばっかりで。ぶっちゃけそうだったでしょ、スパーク。だからこそ俺ね、内心バチバチ燃えてたんだよ。だからしっかりとね、金かけてやったんだよ、見返そうと思ってね、うん。だから原田さんもね、もう泣いてたよ、悔しくてね、うん。いろんなドラマがありましたよ。俺1回目延期になった時もう中止するっつって、原田さんがね、まあ2時間ぐらい説得してくれたんだよ。577566。
そういういろんなドラマもあったからね。なんか俺 TikTok でどんだけスポンサー集めてると思ってんの？知らないだろ、そういう。な。表面的しか 見てないやつって。で、原田さんがね、可愛い子、とつまちとかやってるんだよ。もうね、原田さん、スパーク終わって、本格的に嫁を募集してるから、で、可愛い子限定らしいからね。うん、可愛くない子は俺の枠において。俺あのなんか可愛くないとか興味ないから、可愛い可愛くないとか応援してくれたらいい、それだけでいい。一人デート決まったんだ、楽しそうでいいね。楽しそうでね。可愛くない、うん、可愛くなくていいよ。でもうちのゼロレスは可愛いよ、純粋でね。だから応援っていうのもいろんな応援の形があるじゃんね。見守ってくれてる人もいるしね、うん、原田任せだって。俺一人でも無理だし、原田一人でも無理やんね。裏方俺できないし、原田一人でまとめれないだろ、あれだけの人数、うん、どっちがっていう問題じゃないんだよ、言うなら両方必要不可欠なんよ。だから原田がゼロワンがとか、どっちが頑張ったとかって、そういう不毛なことを言う人っていうのはただ性格が悪いって俺は思ってそういうね、レベルの低いやつが多々いたからね、うん、言うならね、出演してくれた人のみんなの力でもあるしね、うん、かえちゃんって配信してない？そういえば。まあ、体調悪いっていうのもあるけどね。仕事探してんのかな？仕事。うん、してないんだ。寂しいね、うん。スパークのファンになってありがとう。コメント固まるのがなければな。完璧なんやけどな。ああ、ふーちゃん。やっぱり？なんて書いてあるこれ。ゼロワンが落ち着く？戻っておいで、ふーちゃん。どこ浮気してたの？ねえ、すごいしつこい、なにこれ。二人目来た。病気が。うん、パルパル以外。え、マリオもしてるでしょ、配信。お薬必要。じゃあ次ちょっとブロックせずお薬出せ。ケツ顎って何？顎の真ん中に線が入ってケツみたいに見えるっていうやつ。何もできない。今配信できてるよね。基本配信一人でやってるし、お前だよな、何もできないの。ふわっちにはびこってなあ、ゴミ。今までちょっとなんかめんどくさいことになっててね、弁護士使う羽目になってて、そういうこととか、うん、会ってきた。でも全然大したことなさそう、うん、具
体的に訴えられたんだよ。だから訴え返そうかなと思って動いてるっていう、そういうやつ。もういい。これ以上具体的に言わせる。何関係？それはトラブルだよね。で、何年もね、なんかしつこい人いるんですよ。本当に。お察ししてくれる？大変でしょ、俺も。うん、で最近でもなんか、婚約とかなんか騒いでるやついるじゃん。大変じゃない俺。結構。ねえ。ふわっち5年やってきて、払う有名税。稼ぎすぎて目つけられてる税務署。えい。はいはい、こんばんは。こんばんは。ご紹介と要件お願いします。あ、こんばんは。はじめまして、はい、ゼロワンさん。はいはい。今これ、イヤホンなんですけど、聞こえてますか？聞こえてますよ。あ、本当ですか？はい。あ、ちょっと要件は、この前のスパーク、拝見させていただいたんですよ。はい。はい、もうそれですごい感動しました。ありがとうございます。はい、もう、全部見ちゃいましたね、1試合目から。だから全部ガチ試合を組んだっていうのが良かったなっていう。はい。で、選手たちもガチでやってくれたんで、見どころあったんじゃないかなっていう。ああ、はい、もう、さすが、あの、選手の皆さんもすごいけど、ゼロワンさんと原田さんもすごいなと思って、うん、あと、裏方の人たちも。はい。それをちょっとあの声にしたくて。だから裏方っていうのはスタッフ関係もずっと動いてたし、言うなら受付のマリオとミナミも飯も食わずずっと受付いたからね。はい。で、あのリタ君とか、はい、あの辺とかのまあ適切な配置というか、あの辺もすごいなと思いましたね。うん、はい。で、あのちょっとお時間をいただけるなら、僕も地下格闘技とか出てたんで。はい、誰ですか？あ、燃えるゴミって言います。燃えるゴミさん。はい。はい。あの、地下格とか出てたんで。地下格出てて。え、ゼロ君気づいてない、はい、どういうこと？はい。これ、喧嘩売ってるってこと？ワンライブをゴミ袋で分別するっていうのは、これ、喧嘩売ってるってこと？いや、喧嘩は売ってないんですけど、まあこれは一種シャレみたいなもんですよ。シャレみたいな。はい。はいはいはい。いや、その、まあ、本当に主催者側の苦労がわかるんで、もう本当すごいなと思いました、はい、単純に。はい。ありがとうございます。はい。でもね、地下格やってるとか言っても、無名は出れないから。で、いや、出たいとか。え？出たいとかじゃないんで、はいはい、単純に本当に リスナーとして楽しませていただいたんで、はい、で次は会場行きたいなと思ってくれました？ああ、もちろんもちろん、次もしあれば会場行きたいなと思いました。マジっすか、ありがとうございます。はい、はい、そうですね、全然、うん、だから今ただ俺が痛かっただけです。はいはい、そういう声が多いんで来年あるかもしれません。あ、でもぜひ頑張ってください。はいはい、もうそれだけなんで。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、失礼します。はい、あれ、でもいいじゃんね、なんかサムネでそうやって言っててもね、実際喋ったらペコペコなんだから、うん、そこ気にしなくていいよ。そうでしょ、うん、でワンライブ一つの配信からって意味です。はい、一つの配信から今があるんで、
そういう社名にしました。はい。で、12月、初めての決算迎えます。リスナーさん、なんとか1年は続きそうです、会社。マリオね。そしてパルパル。仲間の支えでね。はい。まあ1年でね、続かないって言われてたけどね。だから何でも逆境をね、乗り越えて、跳ね返していきたい、俺は。そういう配信人生だから。だから会社としての利益っていうか、別に利益にこだわった企画じゃないからね、スパークって。で、ガチめな話すると、利益出なくてもね、全部経費になってるわけだから、それでいいんですよ。これはね、経営者の人分かると思うけど。利益にこだわってたら、もうちょっとね、違うやり方してるんで、別にいいんだよ。盛り上がればいい。だからスパークって3年越しじゃん。ね。だから大きな企画やるって難しいんだよ、ふわっちで。どうしたらこんなやつなの？だから駒井くんが今の状態を2年ぐらい、1年2年キープしてたら、普通にラジオでもしとくるんじゃない？会社のイメージもアップしたと思うよ。夜ご飯、今日はあれ食べた。なんか、なんだっけな。なんかあの、吉野家みたいなチェーン店の天丼のやつ、食べた。頑張ってほしい。だから狛江は、まず、借金があるんだったら借金返して、で、税金関係やってクリーンになって、で、お金残す。まずそこが目標じゃない？あ、そう、てんや食べた。てんや。そこまでいかないとね、まずは。てんやっておいしい。まあ、普通だよ。癒される。寝なよみんな。ね、ゼロ様って、だこれなんかゼロくんとかゼロ様って最近言われるんだけど、多分よっさんリスナーだと思う。なんかね、しつこいやついるんだよ、ゼロくんとか。ああいうのは他枠でも迷惑だから、ブロック入れてやろうかなと思ってる。予算枠だけじゃないんだよ最近。なんかいろんな枠で、なんか TikTok でゼロ様なんて言われてないよ、こっちと変わんないよコメントの質は。でも匿名な分ちょっとね、変な人がいるぐらいで不安違う。呼んだらダメってことないけど、ねえ、気持ち悪いでしょ、俺が呼ばせてるみたいに。ダメだね。顔みたい、来るのが遅い。そう、上げて落とすやり方。嫌われるんだよ、こういうこと。やられるとね。いろんな枠で。で、安直に、ゼロリスってキモいなってなるけど、ゼロリスじゃないんだよ。ふざけてるだけで。安直なリスナー多いからね。うわぁ、ゼロリスなんか言ってるとか騒ぐリスナー多いからね。他枠じゃ。予算がゼロくんって言ってるの？よっさん。
ヨさんも体心配だわね、金梅さんとどっちに、え、 TikTok だってね、こっちでね、向こうの方が収入あるからね、うん、これイベント出ないと無理かな、プラチナって無理、金梅さんも助からんってずっと言われてるね。イベント出ないと無理なんかな。もう4ヶ月目だからね。まあスーツ買ってない。うんうん。月一だけでも、でも両立できなくなるんじゃない？うん、さすがに。だってね、ふわっちもイベント長時間やらないと厳しいでしょ。1、2時間じゃ無理でしょ。まあそこそこは行くんじゃない？そこそこは。うん、気楽にやればいいよね。でも、イベント出ずに、プラプラはちょっとかっこいいと思うけどね。かっこよくない？でも今月はね、やっぱスパークの反響あって、だいぶアイテム飛んでます。マンスリーも上位にいるよ、今月。マンスリーも。だってもう100万ポイント近いからね。スパークフィーバー起きた。だから大きな企画があると、配信全体盛り上がるんだよ。あれ盛り上がってないとか言いながらも。ね。だってスパークも一週間前ぐらいになったらもう結構盛り上がってたやん。ね、もう始まる始まるでさ。でかい企画から楽しいよね。あ、今日ちょっと練習行けなかった。フォロワーも増えたしね。うん、出た方、だからエマウサちゃんとかやってないじゃん、配信やってた？もったいないよね、あれやらないとね、スパーク終わった後にね、したらね、歌良かったよとかって相手も飛ぶのにね、うん、練習してないぜ、が練習大事なんだよ。メガホンで上がれるのかな、マンスリーのポイントかな、だと思うよ。1月から電子規模保存法の改定だよ。ちょっと難しい話でちょっとわからないです。はい。インボイスとは違うんじゃない？帳簿保存？何それ？いや、経験者とか趣味。ね、税理士と会計士に任せたらいいんだよ。わかんないんだろ。マラソン、いや、どうなんだろうね。なんか TikTok もなんかさ、バタバタしてるもんね、最近ね。なんかその四季の騒音事件から流れがちょっと違うよね。なんか平穏じゃないね、うん、でスパークに力入れてたからちょっと取り残されてる感はある、正直。うん、
だから TikTok の流れにね、なかなかついていけてないよね。うん、海外旅行、うん、海外旅行とかパスポートと、目先でやることはパスポートね、でこれいつも言ってるけど歯医者、歯医者でしょ、パスポート歯医者で、マリオのタンプレを買いに行く、であと美容関係やるからダーマペン、これはもう今年中にやる。あのかっこよくなるよ、うん、かっこよく。もう痛いけど、やるよね。で、肌をきれいにして、で、脱毛する。脱毛ね。で、きれいな肌って、体はきれいだけど、ね、顔をちょっときれいにする。うん、いや、ボトックスとかちょっと怖いかな。なんか、体内に入れるのは怖いな。うん、それちょっと怖い。無理。小汚い。汚くねえわ。ありがとうございます。いやー、フォローしますね。燃えるゴミさん。で、スパークお疲れ様花火、まだくれてない人いるからね。うん、あのさ、散々批判しといてさ、ね、自分の推しの選手を見れてさ、ね、花火一発ぐらいくれたらいいのにね。ああ散々言いたい放題言ってさ。ああ俺とか原さんにちょっとぐらい投げてほしいよね。系ある男は。でも自分がね、好きで応援してたら毛深くても気にならないんじゃない？これこれさんも毛深いじゃん。でも人気すごいじゃん。別に関係ないんだよ。デブでも、毛深くても。だから毛深いの無理とか言ってるやつって、配信じゃなくて男として見てるから、うん、そういうリスナーさんは合わないね、うちの枠。まず配信が好きでね、男としても見るわけだから、あ、かっこいいとかで初めに応援しちゃうっていうのは、もうそれはね、イケメン見ときゃいいんだよ。イケメン一番大事なのって配信が合うか合わないかだから。そうでしょ、みんな。俺いくらイケメンでもね、まあ俺男だから、いくら可愛くてもつまんなかったら見てられないもん。うん、追加そのメンバーシップみたいな、そうですよ。うん。で、うちはね、300円が安いからね。うん。ふわちの人もね、入ってほしいけど。で、入ってくれてないでしょ。ふわちの人。300円なのに。入り、入ってくれる？次、スパークお願いします。で、ちょっと審査しますか？コラボ上がってください。自動更新。リスナーの鏡だね、12号ちゃん。うん、イケメンはやっぱり太郎。だ太郎がやっぱ髪伸びてきてね。太郎やっぱ中脇似合うよな。かっこいいよね。うん、ゼロワンさんとやりたい。この人知ってる？みんな。この風船のアピールがすごいけど。ゼロワンさんとやりたいとか。
この人知ってる？みんな。あれ、画像変わんないね。画像が。画像変わった？あれ、画像変わんないわ。なんか重くなるんよな。変わってない。変わってない。変わった？このひとしーって人知ってる？やりたいとか言ってるけど。で、ゴールドの雑魚でしょ？やれないよ、こんなの。無名すぎて。うん、無理、うん。しかも、第2大会でまたこうやって出しゃばってくるでしょ。いらないよ、こんなの。リングでやり、メリットないじゃん、お前とやっても。お前しかメリットないじゃん。なんでお前の売名しなきゃいけないの、俺。な。例えば普段からね、俺のこと好きでさ、配信応援してね、なんか花火とかアイテム投げてくれるならまだしも。メリットないじゃん。バカなの、ほんと。そう、バズると来るからね、もう全然ダメですね、こういう人は。調子がいい、これ山ちゃん等しいね、全然無理。2人でやっとけよ、山ちゃんと等しいで。な、そしたら300人ぐらい閲覧来るんじゃないね。やれよ、二人で。等しいと。閲覧さ、ね、10とかでも何もせずにさ、ね、言うことだけは一丁前。行動に移せよ。行動に。行動に移さずさ、こうやってね、人がいる枠に来て。情けないよね、配信者として。本当にそう思うよ。そう思わない、みんな。やっぱね、だから、プラチナプラスの男配信者すごいよね。自分で努力してね。成り上がって、もうやめた方がいいよ、配信向いてないから、お二人さん。もう1年でプラプラ行けなかったらやめた方がいい、はっきり言って。出た、仮想あるあるね、引退かけてやってますみたいな、無理、こんな花火一発で。ありがとうございます。無理だね、あ、ルーちゃんありがとうね、ゆきいただきました、ありがとう、ルーちゃん。なんかさ、引退かけてイベントやるやつ、勝手に引退しとけばいいのにね、本当に。ね。お前だよ、クズ。楽して売名しようとするな。なんか本当ね、楽しようとする配信者苦手だわ。で、俺もうさ、それなりに不
ふわっちでね、人脈あるし、もう新しいね、人脈を増やさなくていいと思ってる。もう面倒見きれない。うん、で、富士山に登りましたが、閲覧5人でしょ？ね、自分も富士山登ったら応援してもらえると思ってるんでしょ？ね、ペヤングやっても20人じゃ。根本的にわからないでしょ、原因が。ね。もう一度言いますよ。スパークっていうのは、ね、ふわっちの売れっ子配信者が出る企画なんだよ。わかります？売れてない時点で出れないの。需要がないから。で、ジジとかね、達彦っていうのは昔から俺つながりがあるから出てもらってるだけで。いいです？ねだるなよ。勝ち取れよ、自分の力で。よし、次のスパークまでちょっと配信頑張って出るとかいう目標でもいいじゃん。なんてねだってくるの？情けない。なんで自分で勝ち取ろうとしないの？うん、な、コピーへつらうのはリスナーだけにしとけよ。はい、他の配信者コピーへつらうな。情けない。これはね、モンジョリと絡むときだって、モンジョリのリスナーにね、コピーへつらうだけで。藤沢さんにコピーへつらうつもりで絡んでないから。画面映さずゲームして、別にいいじゃん。その人の配信のやり方なんだから。そうでしょ？いろんなやり方があるんだからいいじゃん。コッスンさんわかんないね。コッスンさん。で、報われない努力もたくさんあるよ、そりゃ。みんなもそうでしょ。努力しても報われないじゃん。ふわっちもそうだよ。ね。そういう努力もあるけど、努力しないと報われないから、まず。うん。ね。努力してないやつが報われるわけないじゃん。報われなかったとしても努力しないと。だって俺ですらさ、ね、ふわっちでね、そりゃお金も稼いでもね、新しいことに挑戦し続けてるわけだから。うん、そういう姿を見て何とも思わないのかね。うん、そんな配信ね、休みたいと思うよ、そりゃ。もう。いうな、スパーク終わってもね、クタクタだし。でも俺は、前に進み続けるから。俺がさ、ね、約6年ぐらい前からふわっちやってさ、山ちゃんとか、ひとしと変わんない閲覧の中さ、やってきてね、自分で一生懸命レール引いてさ、進んできたさ、その列車にね、なんか順調になってきたら飛び乗ろうとしてくるやつってなんなんやろうな、ほんまに。楽して。配信者ってみんな主人公で自分のストーリーがあってさ、自分の道を進んでいくのに、自分自身にストーリーがないやつに興味がないわ。全くもって。人気がある人っていうのはストーリーがあるんだよ。そう思わない？みんな。みんなストーリーがあると思うよ。ね。いい時ばかりじゃないしね、やっぱり。パルみたいに今一番大変な時期だしね。それでもパルは絶対乗り越えていくし。うん、ストーリーがあるんよ。うん。ブレイキングダウンでもそうじゃん、多分。
ストーリー性がないやつって出れない。つまんないから。レースありやす。大冒険なんだよ。ね、リスナー集めて。戦っていくんよ。ドラクエと一緒。仲間を増やして。ね。なんで違う国のね、敵に媚びへつらってんだよ。そんな暇があったら配信つけて、一人でもリスナー増やせよ。バカが。舐めてんのか、ほんまに。どれはなんでないしなの？お金がないからないしたんじゃない？お金がないから、うん、俺がね月収20万円ぐらいの時にトシ君がね50万円稼いでたんだよ。でトシがね俺に自慢げに50万稼いだって。で俺はすごいねってトシ君って呼んでたんだよ、うん、まあゼロワンは仕事してるからねふんとか言われてたよ。仕事辞めたらいけるんじゃないゼロワンもって言われてたトシ君に、うん、トシ生きてん知らん。まだ配信してるの知らない。知らないのみんな。俺はもうブロックされてるから。で満吉夫さんはうさぎ番長さんとね付き合ってて裏で、でそれを暴露されて消えてったんだよ、うん、配信やってどうリスナーさんと向き合えばいいでしょうか。618号さん簡単なことですよね。リアルでどうやって人と関わってるの、うん、リスナーさんって人間だからね。トワッチでも一人一人人だと思って関わればいいんだよ。わかる？それがわかんない時点でリスナーを一くぐりにしてね、リスナーはコメントをする、アイテムを投げる、人として接してないってこと。みんな人なんだよ。ってことは気持ちがあるんだよ。その気持ちをどう動かすかなんだよ。配信って。特にフワッチってね。気持ちをどう動かして、ね、アイテムを投げる気にさせるかってこと。わかる？やらしい話すると。どう接したら、ね、アイテム投げたくなるか、そればっかり考えるんだよ。それを極めた男、それがゼニゲバ王と言われるんだ。うん。な、スパーク面白かった。あれなっせ。だからゼニゲバでもいいんだよ。こうやって企画にお金かけてたらリスナーも、ああ課金してよかったなって思うはずよ絶対。そうやろ、うん、むしろそういう人に課金すべきだしね、うん、養分無敗、養分やるか。養分。養分やる？負けなしなの。俺が止めてやるよ。やってやるよ、養分。バトル。うん、クワノバ強いよ。今日の夜10時、今日の夜の8時とかどう？うん。TikTok じゃなくても、俺はバトル最強だから。負けるわけない。うん、裏で色こちょっとしとくわ。今日配信終わったら。ちょっとパンパンって送っとくわ。女全員に、うん、パンパンだから会いたいって送っとく。全女リスナーに。
だって LINE も500人いるから、500人に送れるよ。うん、マウ暇そう。弱いでしょ、マウとか。マウとか。今できないんじゃない、うん、だってラジオだからゲストコラボできないわ。いや、できないよ。枠取り直さなきゃいけないよ。うん、養分は狛江に焦ってる。最近狛江が人気あるから。うん。だから、モンジョリと絡みなくなった時にどうだろうね。うん、44万円。ね、スコア44万いったの？そしたら44万円なんちゃう。でも違うな。風船1個で1ポイントでしょ。で、風船って 0.4 円だから、それの4割。スコアの4割ぐらいやな。ってなると、44万スコアだったら4割っていくらになる？多分そういう計算で合ってると思う。うん。どう？養分が44万ポイント。その4割ぐらいだと思う。収入は。収入っつうか、収入でいいのかな。うん。18ぐらい。だから、1回のバトルで18万ぐらい稼いだんちゃう。多分そんなもんやと思うで。ってことは、やっぱり、その倍ぐらいだから、だから、アイテムはそれぐらい飛んだんちゃう。出た。養分は奥さんが投げてるっていう噂。これ、狛江リスナーでしょ。ねえ、それはやめてあげて。うん、なんかあると、そういう噂を自分で作ったやろ、お前。な。投げるわけないだろ。ごまんちゃん。401号さん分かったよ、連投しなくて。ね、養分強いんだって。で、養分が強いのってあんま普段ガツガツしないから、がっつくときは強いんだよ、あの子、昔から。たまにね、花火くださいとかってやるんだよ。ね。で、もともとパチンコ台ないから花火くださいから来てるんだけど、そういうときは絶対飛んでるんだよ。普段あんまください、まあ言うけど、言う頻度もまあ増えてきてるか。うん、負けなしは本当なんじゃない？ふわっちでバトルしとけば。いや、全然、だってバトルの機能も違うし、だって、向こうはもっと強いやつらがいっぱいいるんだよ。ね、強いやつの方がワクワクするじゃん。うん、リファチのバトルはあんま面白くない。うん、ワクワクするよ、うん。ワクワク感が違うよね。やべ、バトルしたくなってきた。もうバトル中毒だから。うん、うん、TikTok 社に連絡欲しかった。ごめんね。怒んないでね。うん、で、今日の夜やりたいな、養分と。あれなら。いや、TikTok じゃ、ちょっと俺には多分勝てないから、ふわちでいいよ。うん、で、2割って嘘ね。ふわちと変わんないよ。4割以上あるね。うん、ゴルプラのくせに。だって、うん、いいよね、別にゴルプラでも。
盛り上が、結果として盛り上がったやん。盛り上がってるやん。スパーク終わってから。何をかけるの？だから、負けたらね、養分の弟子テロワに改名するよ。うん、今年中。これでいいんじゃない？パンチパーマやめて、もう。髪の毛は。もうせっかく伸びてきたのに。もう本当にやめて。うん、弟子になるわ。弟子に。うん、だって松平とかクソじゃん、あれ、プラプラのくせに。で、俺ゴルプラで負けてるの。つか、あいつほんとやる気あるの？半年後やるとか言ってるけど。練習してる？口だけあれ。松平さん。なんかリベンジしたいとか言ってるけど。半年後に。練習してるの？で、12月、俺5月に行くからね、襲撃しに。ね。ほんとに行くからね、俺。大阪に、うん、むしろ俺がやりたいやん、もう、うん、で次はアッパー決めるわ下から顎に、うん、松平ダーマピンした、それ本当なの、うん、本当マジか。ゲンさん50、何歳 ?40 いくつ？美意識高いね。美意識。顔真っ赤だった。痛いっつってた。うん、いくらぐらいするの？俺もちょっと、綺麗にしたくて、うん。で、みんな、パイチンになります。もう、ツルツルになる。やだ？男のパイチンどうなの？パイチン。いいと思うよ。清潔感っていいかな？ヒゲはちょっと残そうかな、気分で伸ばすために。あと痛いっつうしな。うん、スネ毛とか全身。でね、やっぱ俺そう思ったのは、もう TikTok の配信者が美意識高いから、もう俺もちょっとこれ高くならないとなと思っちゃったね。うん、もうこのふわっち感はもうちょっともういらないかなっていう、うん、美意識高いもん、うん、みんなで実際にね会う機会とか増えた時にあこいつちょっとね汚いなと思われても嫌だから、うん、で、見た目で勝負しないけど、見た目をちゃんとやりたいってこと。うん。だから多分、こっから楽しみにしといて。うん。すごいかっこよくなっていくと思うよ。徐々に。で、服装とかも変わっちゃうかもしれん。うん。ちょっと痩せたいな。うん。こうちゃんいつも綺麗で、いつも綺麗にしてるけど、ね、リスナーになんか言われたりするから。うん、で、これ見た目も良くなれば、さらに強くなるんじゃない？どう？うん。見た目も。で、あとタトゥーも入れるかな？もう、落ち着いたら。タトゥーとかも。どんどん掘っていくね。体に刻んでいくね。うん、だ2024年、縦イベント8位とかね。うん、ワンライブはど真ん中に入れるね。うん、
イギリスとかコーディネート、イギリスってファッションセンスないよね。なんかダサい、女の子が街中調査した時にダサいと思う服ランキングで結構上位に、例えば T シャツとかロンティーでももうなんかセリーヌとかね、ドーンって書いてあるのってあの結構苦手な子多いらしいよ、女の子。うん、であのヤリラフィー系の感じ、あれはね、なんかセンスないやつに好かれるファッションスタイルらしい。ロゴドーンはいかにもブランド服着てますみたいな、うん、でさりげないのがいいらしいで、さりげない感じが、うん、で時計とかもあんな風にねドーンと見せるんじゃなくて、スーツ着ててねちょっと腕をまくった時にチラッと見えるぐらいがかっこいいらしいよ、うん、そういうのが、うん、でブランド感で出しすぎ良くないんだよ、うん、だから俺ねプレゼントしたのもね結構シンプルなデザイン多いよ。そんななんかがっつりビトーンとかいうやつはプレゼントしたことない、うん、で俺マリオの誕生日ねとっておきのプレゼント決まっちゃった、うん、もう自分が欲しいもの、自分のとっておきのねプレゼント決まった。これも秘密にしとく、楽しみにしといてね、うん、でまた史上最高額いっちゃうかもしれない分からんけど、うん、もう最近やりすぎてるからな。もう今月はお金を使わない月、先月使いすぎたよ。だってモンジュリのねあれでしょ、でオーブの誕生日でしょ、でスパークでしょ、もうやばいよもう本当に。もうお金使いすぎだから今月はもう使いたくない。だから自分に使わないから、だから美容をちょっとしようかなってだって俺ね顔が汚いか知らないけど、なんか俺結構ねあの女の子にさほっぺにチューとかしちゃうんだよ、おでこにチューとかね。俺ね顔にキスとかされたことないかも。うん、だから肌汚いからじゃない。肌きれいにしたらね、なんかこう一緒に過ごしてる時にふとキスとかされるのかなとか、今まで、ね、人生であんまされてないやん、ほんと。女の子ってする？好きな人が横にいたら、さりげなく、ほっぺにキスとかしない？しない？あ、するの？されたことないわ、俺。うん。直すとこどこ？包茎？包茎はいいよ。めくれるし。ちょっとダーマペンする。でも痛いらしいけどね。だマリオに施術してるとき横にいてもらってマリオの手を握らなきゃいけない。怖いから。俺眉アートしたときにね、もう先生にお願いして眉にね、横にいてもらって手握ってたからね。怖くて。うん。そしたらね、施術してる先生が引きつった顔で可愛いですねって言ってた。思ってねえなこいつと思って、うん、お世辞言ってる時に顔が引きつってたよ、うん、多分引いてたと思うよ、うん、でダーマペンっていうのは表面の皮膚をまあ無数の針を刺してね、それで肌を再生させるっていうやり方なんや。だただ痛めつけるだけなんだよ、肌を。わかる？無数の針を刺すんだよ。タトゥーはね、レーザーだからね、消すのは。
肌弱いけど、肌弱いと失敗しちゃうのかな。でも俺はやるよ。うん。もっといいのある？何？もっといいのあるの教えてください。でもとりあえず銀座かなんか行けばいいんだよ。銀座かなんか。ダウンタイムが長い。顔真っ赤になるよね。うん、評価いいとこね。だから高くても評価いいとこにした方がいいんじゃない？ポテンツァ？ポテンツァってやつがいいの？ダーマペンよりいいの？そうなの？痛くないの？ダーマペンの最新なんだ。ダーマペン古いんだ。一番新しい製図がポテンツァ。それ行こうじゃ。それ行くわ。痛くても我慢するよ。まつげもそれ勧められてた。嘘。まあ、食生活ちょっと無理だな。もう完全ウーバー入っちゃってる今。ウーバー。ウーバー生活。ポテンツァ行くか。リタ呼んだら来るよ、いつでも。歯磨きしてるわ。なやねん、こいつ。NG 入れようかな。評判いいとこでポテンツァしてくるね。ちょっと調べるわ。で、セラミックってさ、歯を抜くの。歯抜いて入れるの。セラミック。上がってもいいっすよ。セラミック。抜かない。削る。歯を削ってやるんだ。セラミックしたら。削ってかぶせるんだ。そのままがいい？ちょっと黄色いじゃん、やっぱタバコ吸ってるから。いや、ホワイトニングでもやっぱね、そんなならないな。俺一応これでもしてるんだよ、ホワイトニング。でも全然変わんねえもん。大して。うん、でタバコは今アイコス変えてる。うん、ジルコニアって何？塩みたいなやつ？何回も行かなきゃダメなのか。太郎がジルコニア。もうそういう時代来てるよ、もう。まあ俺もそれ最先端行くわ。うん。もう美容に走る。うん。もう行くね。もういろんなことやりたくて仕方ない。あ、こんばんは。はい、こんばんは。ゼロワンさん、かっこよかったですね。あ、ありがとうございます。まだスパークの話。もうスパークいいんだけども、そろそろ。なんでですか？もう、しつこくない？ちょっといつまでもスパーク。もういや、あれだけの規模の企画は、もうちょっと。それ、いろんな人から。もう聞きすぎた。アイテムくれました？お疲れ様の。いや、現地行ったじゃないですか。わかんなかったですか？わかんねえよ。あれ、俺、通路で、握手したの覚えてないですか？覚えてないよ、もう人言いすぎて。すいません、もう俺ね必死だったから。間近で見ましたよ。うん、だから迫力あったでしょ。
あ、まあかっこよかったですね、うん、だってさ、選手として待機しながらも林うまくいくかっていうので俺もヒヤヒヤしてずっと気が休まらなかったからね。ああ、それはそうですね、あるでしょ。でも途中配信落ちた時とかもうパニックになったからね、もう。ああ。うわ、サーバーきついかと思ってさ。いや、あれ、ふわっちよく持ちましたよね、でも。うん、いや、ふわっちの運営さんが調整してくれたんだよ、あれ。あ、そうなんですか。そうだよ。でもみんな、かっこよかったっすよね。でも、やっぱゼロワンさんが一番かっこよかったっすよ。だろう？はい。うん、それは分かってる。分かってる。いや、ほんとに、あの、はい。弱すぎてつまんないって言うけど、一番ボコボコに見せてるからね、俺が。でも、もうちょっとでも、もうちょっとなんか手応え欲しかったですよね、なんか。2ラウンドぐらいまで引っ張ってもよかったのに。引っ張って欲しかった？そう。ちょっとあっけなかったなっていうのはあります、ね、でもそんだけ俺ガチだったし練習してたし強かったってことやん。まあ強かったですよね。だってね、だって KO 分かんなかったからね実際。そうっすよね。 KO したのだって3人ぐらいですよね。うん、やっぱ KO しないと。え、そうっすよね。なんか見ててやっぱ KO してる方が楽しかったですよね。うん、だって記者会見の時向こうの方がでかかったし、ゼロワンやばいんじゃないってなってたからね。ああ。リスナーも。うん。あとあの出場シーンとかよく考えてたなって。なんかやっぱああいうのが盛り上げ方がうまいっていうか。だろう？面白かったですね。でしょ？あれ込みのやっぱなんていうんですか、試合みたいなところありますよね。見た目と、ガチの試合、それが俺だ。そうそうそう、うん、しっかりとエンタメ入場でやりながらも、はいはい、試合は真剣にやる。俺試合はエンタメいらないと思ってるから。なるほど、うん、素晴らしい。またぜひ次回あったら見さしに行かせてもらいます。次回はスポンサーお願いしますよ。じゃあ職人は、はい、頑張ります。はい、じゃあお疲れ様でした。それだけコメントで煽ってくるくせにな、お前。いや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 。直接喋るとそんな感じか。なんすか、それ。言ってくれたな、お前、スパークもさ。TikTok どうのこうのよ。なあ、てめえよ。ふわっち盛り上げろだの、なんだこうだ言ってたくせによ。手のひら返しか。あ、そんな感じで来るんすか。ずっと言ってたやんけ。いや、それはコメント拾ってもらうために頑張ってるだけですよ。カマチョってこと？まあ、そうっすね。謝っていただいていいです？煽ってこと。ごめん。煽ってごめんなさい。いいですよ。仲良くしてください。仲直りね。はい。はい。じゃあ、失礼いたします。はい。散々言われたからね。お疲れ様でした。はい、ありがとう。昨日も聞いた、愛ちゃん。お、ゴールドプラス2位です。これ1位になっちゃう、みんな。1位。1位無理。2位だけど。で、1位がみなみちゃんっていう、ちょっと俺が可愛いって言ってた子が。1位だね、うん、こうちゃん、私にビールご馳走してくれたか許して、俺が許すか許さないかって他の人に良くする
っていう理由で、許す許さないは違うよ、ガーコちゃん。ね。なんでガーコちゃんに先おごったことを俺許さなきゃいけないの？今俺直接謝ってくれたから許してるわけで。うん。その道理は通らないよ。そうでしょ、みんな。誰か嫌いな、ちょっと揉めてる人がいてさ、ね、知人に私には良くしてくれるの、許してあげてって言われてしっくりくる。来ないよね。関係ないしな。うん、でこの時間でもいけるんだよ。よし、100円のダイヤ投げてみる、みんな。それならいけるはず。そう、これ。イベント応援してます。ありがとう、ポチャ。ポチャも鍵薄いな、最近。これをちょっと行ってみたらいけると思う。数がいるから。100人行けばいいと思う。うん、100円だよ、これ。いけない？うん、100円。100円見つけないですか？厳しい？一人一個でいいよ。はい、OK。Thank you。ありがとうね、ひなちゃん。ちょっと頑張ってみよう。そうそうそう、パール、ナイス。あんたがヒーロー。一人一個、そうそう、頑張ってみよう。それだけで全然増えるから。これ300点でしょ。25点。これ高得点出そう。ナイス。おう、エミリー。高得点。これ300点でかいね。25点か。これ点数何点が最高なの？ 400 点きた。ナイス。おかえり、ナイス。400点。これ1個で300点出てるけど。基本25点なんだ。基本25点。これ何パーで出るんだろう。1350点？ゆっちゃん、でかいわ。300点きた、ナイス。ナイス。この時に大きく投げるとすごいんだろうな。うん。誕生石は点数高い。はい。ありがとう。グレート来た、グレート。ターさん。ターさん来た、ターさん。これ、どうなって点数。あ、いけるわ、これみんな。一気に1万ポイント上がった。1万点。ナイス、ナイス、ガーコ。あと 2万点。いけそう。ナイス、ナイス。グッちゃん、ナイス、グッちゃん。グッちゃん来た。グッちゃん、ナイス。でも同じ人投げてるわ。なんで、1個100円投げてくれないの、みんな。ひーちゃん、ナイス。みんな投げてくれてもいいじゃん。なんで投げてくれないの？マーヤ、ナイス、マーヤ。マーヤ、ありがとう。センキュー。そうそう、みんな1個ずつ。アイちゃん、ナイス。はい、ひーちゃんもいいよ。ゆっちゃん、ナイス、ゆっちゃん。初めて課金した。ありがとう。ひーちゃん、ナイス。団結、団結。あ、Jさん。Jさん、フォロー。ありがとう。TikTok かな？はい、お帰りナイス。TikTok のリスナーさん、どう？ラジオもいいでしょ？まったりしてて。クリニックも楽しいでしょ？ TikTok のね。ありがとう、ガーコ。ナイスナイス、フミナイスフミ。いいよ、フミフミ。ユウさん、ユウさんもね。うん、お、しーちゃん、しーちゃんいいじゃん。ありがとう、しーちゃん。投げやすい。頑張って、1位行こう、みんな。1位。ナイス！なーちゃん！なーちゃん、ナイスだ。10個は。10個強い。800点。なーちゃん、強いね。10個投げは。ゆっちゃんも強い。ストップ。確かにね、この時間もあるし、課金ってね、簡単じゃないじゃん。キーちゃん、ナイス、キーちゃん。ストップ。で、これね、
1個100円を投げてくれないリスナーさんのちょっと理由が気になる。もちろんお金がないとかね、うん、俺のこと好きじゃないとかあるじゃん。それ理由は、あー、りーちゃん花火2発、しかもプラチナじゃん。ありがとうりーちゃん、センキュー、応援してる、サンキュー。今ざっと10人ぐらいだから、あ、投げてくれた、ありがとう、センキュー。あ、他枠で課金してるから名前を見せたくない、ウイちゃん。だから完全匿名みたいなの使えば、はい、ウイちゃんありがとう、センキュー。で、聞いてること答えてね、リスナーさん。これ会話成り立ってないからね。コメントで。なんで投げてくれないのって聞いてるんだよ、俺。攻めてもないし。気になるから。エルちゃん10個ナイス。エルちゃん。10個投げとかされてからいいんだし、違う違う。俺がこだわってるのは、一人の投げる数じゃなくて、みんなに投げてほしいから言ってるんだ。はい。りょうちゃんありがとうね、りょうちゃん。投げたいと思わない。ガーコナイスガーコ、ありがとう。投げるやついっぱいいるやろ。あ、ゼロリスはギフト投げる人たくさんいるからってこと？最近のゼロは投げる気しない。あんなにスパーク頑張って。こいつブロック入れようかな。ちょ、うざくない？こいつ。あ、のーちゃんもありがとう。センキュー。若いのに。フォローしたよ。ありがとうね。めぐみもありがとうね。やっちゃんもありがとう。年収1000万の人間が月収1000万の人間に投げる意味がわからないから。じゃあ何？ふわっちの配信者で自分より年収が少ない人に投げてるの？これがわかんないな、俺。別にいくら稼いでるって関係ある？配信応援するのに。関係ないよね。好きな配信者に投げるんだよ、気持ちで。さくちゃんありがとう、サンキュー。いや、投げない理由俺は聞いてるから参考にね。みーちゃんありがとう、センキュー。2万点来た、みんな2万点来ました。 J ちゃんナイス、 J ちゃん、 J ちゃんナイス。コハちゃんナイス。来たね、このスネオツイート勢で。ドレさんに1万も使ってないしね。あとこの250万って何なの？どっから来てんの、この250万って、あのネックレスとかさ、洗濯機とかさ、不思議だよね。捕まるとか結婚するとかさ、なんでプラチナから落ちた？それは収入がないからですよ。収入が。3ヶ月平均の収入というか、多分マンスリーポイントで決まるんで。ワンライブの事務所は基本プラチナ。だったら入れます。
で、スネ夫ってまだエマちゃんに粘着してるらしいで。うん、だから自分が相手にされなくて、俺が仲いいじゃん、エマウサちゃんとね。嫉妬してるんだよ。うん、惨めじゃない？男として。うん、キラちゃんありがとう。惨めだと思うわ。うん、さっきプラチナとかどうでもいいっつったのは俺自身がってこと。何が怖いの？怖いって。多分だよ、イギリスとかどういう拡散してるか知らないけど、ソースがないでしょ、だって。スネ夫の妄想だから。うん。だから結局ソースを出せないから何もならないと思うんだけど。どうだろう。何をしてるか知らんけど。うん。で、ソースなんか出るわけないじゃん。虚言なんだから。いや、スネ夫はね、虚言癖だからね。うん、真実は一つ、ふーちゃん。うん、ありがとう、ふーちゃん。ナイス。これ何ポイント？ 2500 点いくんだ。これ強いね。誠実選ばんのこと、いや、わかんないけど、でも、嫌いでしょ。だって、ミツちゃんに、ね、俺の悪口言ってるぐらいだからね。うん。あ、エムちゃんありがとう。あんま好きじゃないんじゃない？うん。だって、別れた時になんか言ってたよね、ミツちゃん。前ね。うん。まあ好き嫌いか置いといて、嫉妬があるんじゃない？ずっとふわっちでね、俺勝てたしね、うん。イベントとかマンスリーも、ライバルとしてずっと勝ち続けちゃったから。うん。うん。だから、ねえ。まあ別に俺は嫌いじゃないけどね。うん。でももうそういう、結構揉めたじゃん。だからもう好きって気持ちはないよ、正直。これも。もちろん。うん。で、たかしのことと、今回のなんかイギリスかなんか暴露してたか知らないけど、自分の手を汚さずに人にやらせるっていうのは、腹黒いよね、普通に。自分がやればいいじゃん。うん。って俺は思うけどな。うん。安全な立ち位置から石を投げられてる気持ち。うん、感じ的には。うん。いや、なんかした、なんか、たかしがなんか、八王朝、スパーク八王朝があるって時も、なんかコメントしてたって、鳩飛んできてたし、なんか、イキリストのとこにもコメントしてたって、ね、このコメント見る限り、だから、俺をライバル視するって、やっぱ俺がトップだと